エゼックス療養即応グループ療養即応,応グループは、アメリカ海軍の療養船タスクフォースと、アメリカ海兵隊の上陸部隊、ランディングフォース、LF、場合により、アメリカ陸軍の部隊よりなり、総数約5000名の人員と、海軍艦船で構成される集団である。これら海軍、海兵隊、陸軍の部隊と支援部隊は、合同して、訓練、 組織、装備を行い、上陸船を実行する、標準的な療養速応グループは、以下の部隊より構成される、教習揚陸艦、LHD、らの略称を持ち、軽空母にも似た、上陸作戦専用の艦船。第一の役割は輸送ヘリコプターや、上陸用集艇を用いて、敵地の海岸に地上戦部隊を送り込むことであり、第二の役割は V、 エストール機や攻撃ヘリコプターなどを運用し、上陸部隊に対する航空支援を与えることにある。ドック型揚陸艦 LSD の略称を持ち、クックエアクッション揚陸艇、上陸用集艇、輸送ヘリコプターによって、敵地の海岸への上陸を含む、水陸両用作戦を支援する戦闘艦。ドック型輸送揚陸艦 LPD の略称を持ち、様々な遠征船任務につく。 上陸部隊を搭載して運搬し上陸させるための戦闘艦、海平遠征部隊代替規模の陸上戦力及び同規模の広報支援部隊、それに増強されたヘリコプター飛行隊からなる連帯規模の戦闘部隊、AV-8B ハリアー2地上目標を攻撃して撃破するよう設計された垂直離着陸可能な攻撃機、海 -35B ハリアー2と更新中の ステルス多用途戦闘機 CH-53E スーパースタリオン両用と海洋での作戦を支援する資材、装備を運搬する大型輸送ヘリコプター、メガボルト -22 オスプレーある時に辞任を運ぶ、ソーテルトローター機、R-1W スーパーコブラ教習上陸戦闘時と上陸作戦後の海岸域で地上部隊へ自ら下機支援を提供し、 かき支援の手配をする攻撃ヘリコプター。4枚ブレードの Z 型に改装、更新中である。療養戦力の戦力規模は必要に応じて、ただ一つの療養即応グループ、海兵衛星部隊から、より大きな海兵衛星旅団や、さらに大きな海兵衛星軍の大きさになる。療養戦力は、人道援助活動や、災害援助活動から大規模戦争までの、 あらゆる任務を実行する能力を有する。加えて、様々な紛争レベルと同時複数の脅威に対処すべく再構成されて投入される。これらの投入によって、その存在そのものが潜在的な敵対勢力の挑発行動を抑止しうる。海上に止まるか上陸作戦によって戦闘を行うか、どちらでも両用戦力が実施できるため。 紛争時の対応の幅が大きく広がる。アメリカ合衆国の他の国家組織の中でも、アメリカの発言力を世界に示し、友好国や同盟国を助ける役割を果たす。通常二つか三つの療養即応グループが前方展開されている。一つは地中海、ペルシア湾インド洋方面であり、一つか二つが西太平洋地域にある。他のグループの感染は、 展開前回動中か、またはオーバーホール中である。一つの療養即応グループ、メウは、日本の佐世保基地と沖縄を前方基地としている。多くの場合、海軍の療養船タスクフォースは、海岸地帯の作戦を支援し空をカバーする、空母打撃軍の保護下に派兵される。また、現在では、療養即応グループに、水上戦闘軍を加えた、遠征打撃軍も編成されるようになっているが、 この場合、独力でも最低限度の空間支配、火力投射任務を遂行できる。アッテフの艦船は、作戦の必要に応じて、陸軍や特殊作戦部隊、またはその他の共同、統合部隊などの兵力を乗船させて支援することができる。ありがとうございます。